はい、今日も本当に昨日に引き続き、たくさんの皆さんの前で、プレーをさせていただいて、非常に、嬉しく思っています。チームとしては、富山さんに、勢いを与えることで、盛り上がっての状況というのを、作って、しまったんですけども、一つのバスケットと、しては非常に盛り上がって、素晴らしい環境でやらせていただいたなというふうに、思っています。はい、で試合に関してはチームとしてまだまだ、これからしっかりと強くなっていかなきゃいけないっていう中で、まだまだベルカのスタイルっていうのを表現できない時間帯っていうのが長くあるなというふうに思っています。でそれは富山さんによって消された部分っていうのも、あります。でもう一つは我々がしっかりとした、正しいプレーっていうのができなかったという部分が、あるというふうに感じています。この次、練習あさってあるんですけども、そこでどれだけあさっての練習にフォーカスできるか、試合まで待ってると成長のスピードっていうのは遅いので、もっともっと、成長のスピードを速くして一日一日成長して、より良い、選手、コーチ、スタッフ、チームに、なっていきたいなというふうに思います。2日間ありがとうございました。バスケットボールニュース241の榊原です。よろしくお願いいたします。2日間お疲れ様でした、はい、今日ですね3クォーターの時にちょっと追いつかれそうな時があったんですけれども、その時に選手たちにどういった声かけとかをされてたんですか？あんまり今パッと、出てこないんですけど、しっかりディフェンスを、止めよう、特にその時っていうのはインサイド確か、をアタックされていた状況だったので、しっかりとそこに対して対応するじゃないですけど、我々はこちらからアクションを起こしたいと思っているので、そのアクションっていうのを、起こそうと、リアクションにならないアクションを起こしていこうって話をした記憶があります。はい、ありがとうございます。その他ございますか？ありがとうございます。長崎ベルカの馬場選手の記者会見を始めます。まずは本日の試合の総括からお願いいたします。はい、よろしくお願いします。昨日に比べて前半良かったんですけど、後半相手もアジャストしてきて、苦しい展開にはなったんですけど、まず勝ち切れて良かったっていうのと、個人としてはプレータイムも少しずつこう伸ばしていいっていうことで、今日は20分っていうリミットでしたけど、まだまだチームのケミストリーだったり、やりたいことっていうのは全て把握してるわけじゃないので、その中ではやれることはやりたいなと思ってます。ありがとうございます。ご質問がある方でしょう、お願いいたします。バスケットボールニュース241の榊原です。お願いいたします。お疲れ様でした。5シーズンぶりの B リーグの復帰なんですけれども、実際にプレーしてみて何か感想とかお聞かせください。日本のバスケットボールですっていうのはかなり上がってきました。僕が B リーグでプレーしてた時っていうのは本当に B リーグ発足から数年の間だったので、こう、探り探りのところもリーグとしてもやっぱり選手たちの自覚としてもあったと思うんですけど、こうしてこう年を重ねることによって選手たちのプロ意識とリーグ自体のレベルがすごい上がってきたと思うので、そこ自体は本当に日本バスケットボールのレベル向上でもリーグの影響というのはすごいなと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それでは241でした。